シトロエンは1919年に設立された自動車メーカーです。アンドレー・シトロエンという実業家、ヘリカルギアといいまして、シトロエンのエンブレムにもなっているんですけれども、そのヘリカルギアを製造する会社で財を成した実業家で、その財を持ってシトロエンという自動車ブランドを作りました。ブランド単体としては90年以上の歴史を持つ非常にプレミアムな自動車ブランドです。シトロエンはフランスの車です。日本ではあまりこう馴染みがなくて、皆さんどんな車があるのかというのはなかなかこうお分かりいただけないかもしれませんけれども、 2CV と、DS という2つの、名車を送り出した自動車メーカーです。お名前を聞いてもピンと来られない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、街中で見ていただければ、あの車かと思っていただけるような車を輩出した自動車ブランドです。この2つの車には共通のその特徴があります。非常にこうソフトな乗り心地、それと、非常にこう前衛的なデザインです。で、 2CV は日本ですと皆さんご存知かもしれませんけれど、宮崎駿さんというアニメーションの監督さんがいらっしゃいますけれども、宮崎さんが非常に気に入って現在もご所有されて乗っておられる、実際に乗られるだけでなく作品の中にも登場させるほど非常に気に入っていただいている、そういったデザインがすごくこう特徴的な形ですね。一方 DS は有名なところですと、シャルル・ド・ゴールという、フランスの大統領も非常にこうこの車を愛されて、どこに行くにも、この車を乗っておられたという話がございます。シトロエンは大きく分けて、2つのラインナップがございます。非常にオーソドックスなのが C というライン、それからデザインに非常に特化をした DS というリースラインというラインの2つがございます。 C3 から C3、C4、C5 と、あと派生モデルとしてワンボックス系のピカソというモデルがございます。 DS に関しましてはやはり同じく C のラインナップをベースにして C を作った DS3、DS4から DS5 という車種がございます。C3 エントリーのモデルですと200万円前半から、上は450万円前後、DS のラインも250万円のあたりからだいたい400万円から450万円くらいまでが揃えてあります。ぜひこうフランス車に全く乗ったことのないオーナーの方、もうずっと日本の車、ずっとこうドイツの車しか乗ったことないよと、そういったオーナーの方にぜひおすすめしたいと思います。シトロエンがご提供するプレミアムというのはそういったブランドとは全く違うプレミアムを持っていると、ご提供できると思います。例えばこう街の中で、あるいはこう駐車場で、例えば前走っている車の中でそのシトロエンを見ていただいて、あ、すごくいい車だな、あ、なんかすごく素敵な車だな、いい色だな、なんか変わったデザインだな、そんな風に、感じて、いただける、そういったそれをまず感じていただけること自体がもうシトロエンの体験だと思ってます。あるいはそのお客様の中でそれをあ、いいな、素敵だなと感じていただけるその感性ですね、新しいその感性を発見していただける、そういった体験そのものがシトロエンの提供するプレミアムだと私は考えています。だからこそぜひこうトライをしていただきたいんですね。お客様がいいなってこう感じていただいた、もうそれをそのままその感じだけを頼りに車をぜひ選んでいただけたら
あるいは体験していただけたら、とても楽しい発見になるんじゃないかなと、そんなふうに考えています。この車はシトロエン DS3、 そのレーシングという非常にこうハイパワーで、中がラグジュアリーなモデルの、インプレッションです。じゃあ早速走ってみたいと思います。走りもこう非常に特別なんですけれども、インテリアのいろんな素材を使っておりますね。特にこう非常にカーボンを多用してまして、非常にこうレーシングな雰囲気で乗っていただけるお車になってます。ではここから加速してみます。非常にこう伸びやかな、ボディも非常に軽い馬ですし、パワーも十分出ています。非常にこう運転しやすく、加速感も良いと思います。扱いにくいこともなく、非常にこう普通に乗っていただける、それでいて非常にこう楽しんでいただけるモデルだと思います。はい、では C5 ツアラーのインプレッションしたいと思います。C5 の特徴は先ほど申し上げたオイルとエアを使ったサスペンションなんですが、乗り心地だけではなくて、車の高さを変えることができるという大きな特徴を持っています。今ちょうどこれは車高が一番下がっている状態なので、上げてみたいと思います。ちょうどオートマチックのシフトのすぐ後ろのあたりにスイッチがついていまして、これで上下の調整をしていただくことができます。ここのギャップを乗り越えるところからまず全然違いますね。バネの車と突き上げ感が全然違います。非常にこう乗り心地柔らかい、ソフトな乗り心地ですね。じゃあちょっとこれから、ハイドロの実力を見るためにアレタ路面を走ってみたいと思います。今ここはこう舗装が綺麗でないところですね。マンホールは特にこう顕著に分かると思いますが、踏んでもショックがこうハンドルに伝わってこないんですね。シトロエンのこの特徴は、街中で乗るようなこういったスピード域でも、非常にフラットな乗り心地を提供してくれるということが大きな特徴ですね。あとこの C5 のツアラーの大きな特徴としまして、ガラスのトップですね。後部座席の上側まで、全てガラスになっています。ちょうど今の季節はエアコンのかかりも非常に良くなりますし、あとお客様にお伺いしますと、桜の頃とか新緑の頃はこれを開けて山道を走られると、非常にこう快適で、楽しいですよというお話をいただいたことがありますね。